県教育委員会は県立高校のトイレを来年度から5年かけて改修する計画案を発表しました計画案によりますと和式が多い県立高校のトイレの96%にあたる353箇所で洋式化などの改善が必要だということです改修は来年度から5年かけて行われ 生徒たちが慣れている洋式のトイレにし水洗いではなく簡単に掃除することができる床を導入するなどして掃除業費はおよそ55億円だということです山下知事はトイレについてはこれまで保護者や生徒から汚い、臭いなどの声が多くあったきれいにすることで生徒も喜んでくれると思うと話していました